開始。お願いします。いつ、ちょっと今日は趣向を変えて10秒将棋をやってみたいと思います。いつも3分切れ負けでいい加減な将棋ばっかり指してるので。ご機嫌なかびしゃ、ご機嫌なかびしゃ。とりあえず相手がご機嫌なら自分もご機嫌にしておかないと。やっぱりご機嫌な人に不機嫌な、不機嫌でいてはちょっと勝ちにくいかなというね、そういう。さあこっからですよね。まあ一回角道を止めましょう。で銀が上がると。さあ銀の進出はこちらの方がちょっと早い。まあでもどうせ4四銀としてくるんでしょうね。まあ一応まあこうですかね。なんかお互いなんか向かい飛車になんか中飛車同士でさ向かい合っちゃうと結局のところ、ああそういうのか。じゃあこっちは守りに使おうかな。うんうん、こっちはじゃあそちらが金をねバランス重視で、ああ同銀同歩だと上がると、これ手ダメなのかな。まあ、でも5五歩同歩同飛車っていう手がありますね。うん、同飛車としてくるんじゃないの。どうせ同飛車同角はちょっとこちらの王様がちょっとかも駒が偏ってる感じがするので。あ、そうですよね。でもこれ同飛車同角はちょっとやっぱりまあ言っても銀引くしかない。うん、そこで角道開けるのはちょっとまずいので。5678、いやこうですか。でまあ角道をこちらも開けていくということになりますね。まあでもでもこれだったらさ、こう歩をついて歩腰銀には歩で対抗というねことわざ通りうんとしたいところなんですが、これはまあでもこうやりましょうね。1、2、3、4、5、6、7、まあでもこうですか。まあ将来3五桂馬とか打たれる隙を緩和しておくというそういうことなんですけど、ああそうなりますか。でもこの5、6、7、8、どうするか。これ3七銀ってして歩の交換を防ぐ手もあるんですけど、ただやっぱりなんか右あぐらってなんか終盤で弱いですからね、あんまりなんかいい感じしないですもんね。これさちゃっかりここにこうちょこんと伸ばしておく手がいいんじゃないのか。これ次4五歩でも5五歩であれか。うん、まあでもこの手は干渉、そう、うん、まあそうなる。まあでも取って同銀同角とし同飛車もあるか。3、4、5、6、7、8、9、それ取ってみる。でも次歩なってもさ4四銀、あでも4二とでいいのか。うん、そうですね、そこは受けざるを得ないですよね。とさせてから一回に逃げといてとか引いといて、次に4五歩から4四歩みたいな感じでやっていくのはよろしいのではないかと思われます。思いますね。思われるっておかしいな。自分が思うんだからさ。4、5、6、7、8、9、ちょっと危険だが、あこれ危険だな。ちょっと攻めを呼び込んじゃうな。これやると金上がる手も、あ金上がる手はないか。飛車浮いて、あちょっと危ない。あ桂も跳ねるんだ。同桂同飛車、まあそっか。角は慣れるが角なるか。5、6、7、8、9、あーっと危ない。でも角ぶつけられてあんまり意味ないのかな。同馬同金はあんまり良くないか。で香車取ってここに引いて、いやどうだろうな。香車取って香車取ってこう引いて飛車が逃げて5、6、7、8、9、まあ 3分切れ負けと違って一応考えられるということではあるんですよね。5、6、まあ一回ここ引いとくか。
まあとりあえず相手は歩切れなので細かい攻めはしにくいだろうというそういうことで、まあただ形勢的にはどうなのかなと、ちょっとプリンターの音がちょっと混じったかもしれませんが、あ、どうしよう、わからんわからん、ちょっとプリンターがねうるさいですね。ちょっとこの手はどうなのかな。次、あ、馬引く、馬の引き合い、8手の5、6、7、8、9、あ、ほらちょっと変だなこの手は。ちょっと桂馬とかで、あー、んー、でもこれは、逃げると金取れるのか。6、7、8、ちょっと変な手だな、これ馬寄られるのかな。で、まあ歩を突き出すと、なんか馬道も止まってるし香車もなんか狙われそうだしで、なんか変ではありますが、ただそうそうで同香だとさ桂馬ってきたら逃げて、5、6、7、8、9、分からん、ちょっと分からなかったですねこれはね。1、2、まあ逃げ、まあ逃げるか。これ、桂馬跳ねてきた時なんですよね。寄って耐えてる、上がっちゃうと銀打ちするのかな。あ、銀打つか。3、なんか、5、6、7、8、わからねえ。わからない時は開き直りの、開き直りがいいでしょうね。同銀と取って。でもこれさ、銀取られ、あの金は剥がされましたが、ただ、これ桂馬跳ねても次、こっち3七玉という、こっちに逃げる手があるので、3、4、5、つまないよね。これさ、案外安全、何その手、こっち行くと4、5、6、7、ああ、そうか。まあでも取りましょうね。でもこれ飛車か、まあ飛車でしょうね。飛車で、馬、はいはい。はい、そうなんですが、5、6、7、まあこれはがっちりと。おっと、バンディカムが。ちょっと待って、ちょっとどっかでさ、その、なんて言いますか、その2、3、これはでもさらにが、5、6、7、がっちり。3、4、5、6、そこで取ります。ちょっとキャプチャーのさ取り直しというその作業がちょっとややこしいとか、この56の K がさ、あー、2、3、あー、同銀でこうやってこうやるってこと。でもこれ取りますね。なんかいわゆるさ、あのチェスでいうとこのピンみたいな。でもこれ飛車で取りますけどね、これ飛車でポーンとね。あ、でもそうだ、6号埋まってしてくるのか。あ、強者か。そっかそっか。3、4、5、こうやると金取れるのか。6、7、8、9、分からん。ああ、ちょっとこれはな。1、2、まあ香車でも打っとくんですけど、香車打ってなんかじりじりとなんかやばくなってんのかな。これ馬入ってきて1、2、3、4、5、6、7、8、9、こうだな。なんかあまり香車ここに並べてもあんまり意味ないような。ああ飛車ですか。3、4、5、全部投入しましょうね。王様への投資は欠かさない。でもこれ6七金とかされるのかな。まずいか、まずいか。桂馬ですか、全部。でもこの5六桂馬はちょっとありがたいかな。なんでも飛車切って6九角がまた厳しいか。結局負けなのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやこれまあでもそうだよな。まあでもこれ桂馬を一応外す。あ、でも、あ、そうか、同級、あ、そうか。惜しい将棋じゃった。しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。なんかさ、やっぱりさ、3五歩はさリスクが大きすぎましたね。
っぱりなんだかんだ言って自分の王様のさ頭から戦い起こすのはやっぱりちょっとリスねえ、うん、さっきプリンターの音が聞こえたと思うんですけども、プリンター新しく買ったんですよ、今日ですよ今日、うん、前に使ってたプリンターほんと5年くらい使ったんですけど、もうさなんかさもう故障して、まあ、故障するたびに修理してもらってたんですけど、なんかついにさそのメーカーのなんかそのなんていうのかな、なんていうの、修理対応期間っていうのが過ぎちゃって、それで修理対応外になっちゃったんですよ、うん、まあキヤノンのプリンターだったんですけど、でまあしょうがないからっていうんでまた買い替えたんですけども、でね今回ちょっとエプソンのプリンター買ってみたんですけども、そのなるべく安く買いたいじゃないですか。でアマゾンとかそのヤマダウェブコムとかね、ビッグカメラコムとかいろんなそのサイト見て、あアマゾンいいかなと思ってアマゾンで検索したんですよ。でアマゾンで出ました。でそのいくらと9000いくらだったんですよ。いや割と安いじゃん。でも他の記事も見ようかなと思って他のプリンターも検索してたんですね。いやそうだ、じゃあまあ、うん、まあいろいろ、うん、まあいろいろ見たけど、まあでも、まあ、このプリンターにしようかなと思って次の日注文しようと思ったらなんか値上げされてたんですよなんか1万いくらになってたんですよ、まあ、700、800円ぐらい値上げされてたんですね。まあでもそれでもヤマダ電機とかビッグカメラよりも安かったんで、まあ、ちょっとなんかすっきりしない気持ちは残りつつもね、アマゾンで注文したんですよ。で、まあ、プリンター注文したんですけど、ただプリンターでさそのインクがすぐ切れちゃうじゃないですか。だからインクも買おうと思ったんですね。でインクはそのアマゾンとそのヤマダ電機とそのビッグカメラとか比べてもそんなに差がなかったんですよ。で、あじゃあ実際の店舗で買ってもいいかなと思って、でそのインターネットで調べたらヤマダ電機が一番安かったんですよ。でヤマダ電機がちょっと安くて、ヨドバシカメラとビッグカメラが、まあ、ちょっと高かったんですね、うん、じゃあヤマダ電機行こうかなと思ってヤマダ電機行ったんですよ。ヤマダ電機着いたらなんかさインターネット その値段よりもちょっと高くさ売られてたんですね。はあどういうことやと思ってね、これ店員さんにちょっとヤマダウェブコムと比べてちょっとなんかお店の方が高くないですかみたいなこと話したら安くしてくれるんじゃないかなと思って携帯電話でヤマダウェブコムのサイトをですね調べてみたんですよ。そしたらさそのヤマダウェブコムも高くなってたんですよ、インクの値段がね、うん、なんやこれってね、なんかさ自分が検索するとさ値上げするんじゃねえかなってなんかそういう風にさ追跡されてさ、なんかそのアマゾンとかそのヤマダウェブコムってさその検索する人がいると、あこれが検索されてるってことは今度売れる可能性が高いぞ、じゃあちょっと値上げしちゃえとか言って値上げするんでしょうかね。なんかさプリンターもインクも買ったんですけど、なんかちょっとすっきりしないなみたいな、うん、やっぱりアマゾンってさそのお客さんがその検索するとその検索に合わせてこういう商品もどうですか、ああいう商品もどうですかって言ってさその自動的な営業活動してくるじゃないですか。あれと同時にさあなんか売れそうだからちょっと値上げしても売れるかな、ちょっと値上げちゃうかなとかそういうことやるんでしょうかね。いやーまあそれもまあ一つの、まあ、戦術っちゃ戦術ですかね。やっぱねやっぱ需要があれば値上げしたくなるというか、まあ、それはもう商売の基本といえば基本なんですけど、うん、たださ、あの以前ビッグカメラでその写真用紙買ったんですよ、うん、まあ、プリンターでね私は写真を印刷することもあるんですけど、まあ、その時に写真用紙使うんですけども、ビッグカメラコムで出されてる値段よりもなんか実際のビッグカメラのお店の値段が高かったんですよ。でそれをビッグカメラの店員さんに、すいませんちょっとビッグカメラコムと実際の店舗のお店の値段ってこれって基本的には同じですよねって聞いたんですよ。そしたら、はい、一応同じで一応同じです、はい、って言われたんで、あそうですか、じゃあちょっとこの携帯電話でちょっとビッグカメラコムを調べてみたんですけど、このお店で売られてる値段よりもちょっと安いんですけど、この安い値段でっていうわけにいかないですかって聞いたら、あ
すいません、失礼いたしました。ちょっとこれはね、値付けのミスでした。申し訳ありません。この値段で販売させていただきます。って言って、見事に、その、実際のお店で、ネットの値段で買えたと。うん。家電量販店のレジで、他のお客さんの様子とか観察すると、ほとんどの人がさ、ポイント貯めますって言ってますよね。要するに、ポイントカード出すじゃないですか。でそうすると店員さんにポイントはお使いになりますか、それともお貯めしますかって聞いてくるんですよ。でそうすると大抵の人がね、貯めます、僕は堅実な消費者ですから、そんな簡単にポイント使ったりせずにコツコツポイントを貯めますみたいな感じでさ、ポイントをさ使わないんですけど、あれさもうお店の術中にはまってるんですよね。だってポイントなんてさ、持ってたって利子がつくわけじゃないんだからさ、どん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 使って自分の手持ちのポイントを少なくした方が得に決まってんじゃないですかねえ。まあでもさ、その家電量販店っていうのはなんか見てても楽しいですよね。カメラいるね、新商品こういうのがあるんだなとかさね、パソコンにしろプリンターにしろなんか見てさ、なんかカチャカチャ操作してさ、なんか面白いですよね。うん。あ、それでちなみに家電量販店には在庫処分品っていうか展示品ってよくあるじゃないですか。要するに展示品限り、一品限りみたいな感じで、要するに店頭でその お客さんにその見せるための見本品として置かれていたものだけども、この販売終了するから展示品を最後に お客さんにお売りしますよみたいな感じで展示品ってあるじゃないですか。で展示品だからもう安いっていうね、買ったことあるんですけど、炊飯器買ったんですよ。だけどその炊飯器2回ぐらい使って壊れましたね。物の見事にね、電源が入らなくなったんですよ。でさ、お店に電話かけて、ちょっとこの前そちらのお店で炊飯器買ったんですけども、展示品で買ったんですけども、ちょっと壊れちゃったんですよ、全く使えないんですよ。ああそうですか、大変申し訳ありません、ちょっと交換しますので。でも交換って言ってもその同じ商品ってないですよね。あ、そうなんですよ。だちょっとまあ上位品というか、その一つランク上のものをちょっと用意 しますので、ちょっとそれでご了承願えませんかって言うんで、あそうですか、分かりましたって言うんで、まあ一つランクが上のね、確か東芝だったかな、その一つそのなんていうの、上位機種を買ったってことがありますね。まあ交換してもらったんですよ。うん。まあ結果的には安い値段で、まあ良い品が手に入った、高級な炊飯器が手に入った、まあそんな高級品じゃないですよ。ってわけで、別にお得ではあるんですけど、ただやっぱりその展示品のイメージはあんまり良くないですね。すぐ壊れちゃう。だって2日後に壊れたからまだ良かったかも、いいかもしれませんけど、じゃあ1年と1ヶ月後に壊れたらどうするの？メーカー保証も終わってますよね。もうどうするんですかってなっちゃいますんで、あんまりその展示品っていうのはちょっとあんまり買う気がしないなっていうのが、まあ、正直なところですよね。うん。あとそれからもう一つ、最近さカメラ業界でコンパクトカメラが売れなくなってるらしいんですよ。一眼レフとか、その一眼レフ用のレンズとかそういうものはカメラの愛好者とかね、写真家の人たちに売れるんだけども、コンパクトカメラ、要するにその小さいカメラですよ。ポケットとかに入る、その、デジカメ？ちっちゃいやつね。うん。乾電池2本くらいで動く。あれが売れなくなってるっていうんですよ。どうしてかっていうと、皆さんもね、わかると思うんですけど、スマートフォンですね。もう今さ、テレビでさ、CM やってるとさ、なんかカメラ機能を売りにしてるさ、スマートフォンとかやたらとありますよね。だからそのせいで、まあ、コンパクトカメラっていうのは非常にこう中途半端な存在になってしまってるらしいんですが、だからさ、キヤノンとかニコンとかさ、あの辺のカメラメーカーもあんまりもうコンパクトカメラに力入れてないって言うんですよ。うん。売れないから。でもさ、私はコンパクトカメラいいと思うんですけどね。私コンパクトカメラ2台ぐらい持ってますけど、スマートフォンだとさ、電池切れになっちゃったりしてさ、思う存分写真撮れないじゃないですか。まあ思う存分写真撮りたいなら一眼レフとか使えって言うかもしれないけど、でもさ、やっぱり一眼レフだと重いし、ね、ちょっと記録用にちょっと写真撮りたいなとかさ、そういう時にさ、ちょっとさ、かさばるじゃないですか。あとそれから歩行動画撮影する時に使ってんのもいつもコンパクトカメラですからね。そんな本格的な動画
なん動画撮影用の、ね、デジタルビデオとか使ってないです。まあでもデジタルビデオとかも、ね、やっぱり歩行動画のプロとして、ね、デジタルビデオカメラとか導入しましょうか、うん、まあでもコンパクトカメラだったら写真だってそこそこ撮れますし、動画も一応撮れます。でスマートフォンと比べればやっぱりコンパクトカメラといえども、やっぱりさ、機種によってはシャッターの速度変えられたりとかさ、明るさ変えられますとかさ、電池の持ちだって違いますし、単三電池が使える機種だってありますし、やっぱりさ、スマートフォンが普及していてもやっぱりさ、コンパクトカメラっていいと思うんですけどね。うん、コンパクトカメラっつってもちょっといい機種になればさ、その絞りが変えられたりとか、そのホワイトバランスって言ってさ、その色合いをちょっと変えられたりとかさ、いろいろさ設定もできるし、スマートフォンよりはさ絶対写真自由に撮れると思うんですよ。まあでも売れないには、売れないからにはね、作るわけにいかないって話になっちゃうんでしょうけど、だから今持ってるさスマ、コンパクトカメラはさ絶対壊れては困るんですよ。まあどんな今ね買ったプリンターだって炊飯器だって壊れてもらっては困るんですけども、コンパクトカメラさ、今私が持ってるもの壊れちゃったらさ、替えがないですよ。うん、一眼レフのデジカメで歩行動画撮影したこともあるんですけども、重いんですよね、手が疲れるんですよ。もう手が痛くなっちゃってさ、それのせいでその動画がブレちゃったりとかしちゃってさ、あんまりさ一眼レフで動画作ってもさ、あんまりさ品質良くないんですよね。だからやっぱり動画を撮る機械じゃないんですよね。やっぱり動画を高画質で撮りたいんだったら、まあ、デジタルビデオカメラってことになるんでしょうね、やっぱね。でもそうなるとさ、今度はさ電源の問題が生じてさ、デジタルビデオカメラって多分単三電池とかで動かないですよね。そうするとさ、旅行先でどうやって充電するの？ホテルや旅館とかそんな高級な宿泊場所、私の経済力ではちょっとさ泊まれないですよ。まあ一泊ぐらいならできるかもしれませんけど、ネットカフェがせいぜいですか、ね、ネットカフェもちょっとね。でもさ、ネットカフェさ、ネットカフェ寝られないんですよ、なかなか、うん、ネットカフェさ、なんか落ち着かないんですよね。野宿の方が落ち着くんですよ。無人駅のさ待合室とかに寝袋敷いて泊まる方が寝られるんですよ、うん、だからネットカフェとか旅館とか泊まってもさ、なんかお金出した割にはさ寝られない、うん、それじゃあちょっとなってね、うん、まあそういうことで、うん、